これでね、通りすがりのやつがソーミャのその兄貴になってね、一緒に暮らしてくれたらね、もう言うことないんだけどな、相手は。うん、もうそれが一番ハッピーだと思うぜ。誰なんか走り方面白いな、あいつ。あいつ走り方面白いな。よいしょ。さ、早くキーエンブレムをよこせ、蝶々よ。おい、デポンゲ君、話はヒューザ君から先に聞かせてもらったぞ。無事に猫、親猫には返すことができたそうではないか。町の周りをうるついていた猫の魔物もすっかり、姿が見えなくなったな。これで、町の者も一安心というところだ。勘違いすんだよ、蝶々。もうあのチビ猫を探してこの町に来ることはないだろうが、あいつらは所詮魔物なんだぜ。確かにな。だが町の周りから猫の魔物がいなくなっただけでも私にはありがたいのだよ。このジュレットに住む者に安心を与えるのは長女たる私の役目なのだからな。キリそりゃご立派なことで。ふぅ、君たちの働きは実に見事だった。まさに我が町のキーエンブレムを与えるにふさわしい。さあ、この青のキーエンブレムを受け取るがいい。パッパカパッ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 。もちろん君にもだ。さあ受け取ってくれ、ヒューザ君。いらね。何？しかしこのキーエンブレムがあれば他の国でも信頼を得やすい、持っていて損はないと思うが、そんなにいっぱいあんのそれキーエンブレムってそんなになんか量産してんの？俺はそんなもんには頼らない。自分の力で人に認めさせてやる。レーンの村を出た時そう決めたんだ。そうか。ならば無理にとは言わない。君の好きにすればいい。エテボンゲ付き合ってくれてありがとう。俺はちょっと寄るところがあるから先に行くぜ。ね、ソーミャンとこだね。間違いなく、ソーミャンとこ。うん、変わった男だな。彼は。君もまた旅を続けるのだろう。近くに来たならこの町に寄ってくれ。では、道中気をつけてな。行こうよ、ちょっとソーミャンとこ。うん。うわー、経験値うめえ。うめえ。経験値がうめえ。お、クエストがまたね、出たね。まあ、クエストはとりあえず置いといてね、ちょっとストーリーを進めていこうかな、エテは。ソーミャンとこ。絶対いるよ、もう。うん、もうだから、住み着くから、そんなエンブレムなんていらねえよっていうことなのかな。うん、そうは、そうであってくれ、頼む。ソーミャのためにも。じゃないとエテがここに住み着かなきゃならなくなるから。けどエテは世界を救わなきゃいけないから、どうしても旅に出なきゃいけない。うん、ソーミャ一人にしておくのはちょっとね、かわいそうだから、できればヒューザー君頼むわ。いてくれよ。ここにいてくれ。いいね。うん。いたいた。やったやった。どうしたん、ソーミャ。お前は自分に親がいねえのが寂しいからって、あのチビ猫をずっと手元に置こうとしてたよな。今でもそうしたいと思うか？もう思わない。頼れる相手がいるやつはそいつに頼ればいい。だがいないやつは自分が強くなるしかねえんだ。誰にも頼らずに生きていけるようにな。俺は今までそうしてきた。これからもそうやって生きていくつもりだ。そうだね。別にお前にそうしろって言ってるわけじゃねえよ。勘違いすんな。うん。お、エテポンゲいつから見てた。ち、変なとこ見られちゃったな。さっさと旅の続きに戻るとしよう。
それじゃあ、あわよ、エテポンゲ。ええー、やつー。元気でね、ヒューザ兄ちゃん。兄ちゃんはやめろ。うん。かははは、なんてやつだ、こいつは。くそー、なんか全部持ってかれた気分だぜー、よくろ、エレキさん。ふははは。ヒューザ兄ちゃんみたいにはなれないかもしれないけど、一人でも生きていけるように頑張ってみるよ。それで大きくなっていつか猫島にいるあの子に、あの子に会いに行くんだ。お友達になってもらいに。エテポンゲさんもいろいろありがとう。私はもう大丈夫だから。お、大丈夫ならよかった、うん、よし、ヒューザがいい仕事してくれたね、うん、ヒューザが本当に、あいつにほんと全部持ってかれた。これで、とりあえずジュレットは終了だよね。うん。次は、オルフィアの町からメギストリスの都、メギストリスの、と?とを目指そう。またオルフィアに行くんだ、今回。まあ、まあ言われる通りにするけどさ。まず下に降りて、オルフェアだったら、オルフェア消したな。ルーラストーン消したよね。チー行こう。おー、すげえ、何これ。階段じゃなかったの、ここ。あ、上見れないや。ちょっと上覗きたかったんだけど。まあ行きましょうか、オルフェアにね。うん。いや、いい話だったわ。なんか一番良かったわ。このジュレットの街の話が一番良かった。うん。今のところ、うん、ナンバーワンだわ。だから次、キャラクター作るんだったら、ウェディにしようかな。うん。ウェディのキャラクター作ろっかな。ドワフにしようかと思ったけど。うん、ドワフのところのクエストはほんとゴミだったからな。何これ。あ、いやいやいや、いいそんなんあったんや。そんなんあったん、知らんかった。あ、グレンじゃない。あ、そっか、もう一通り行ったんか。グレン行った、アズラン行った、ガタラ行った、オールフェア行った。え、レンドアは、レンドアはまたちょっと違うもんね。レンドアとここは別だもんね。あ、じゃあ一通り回ったんだ。じゃあ行きましょう、オールフェア。うん。スキップ。オールフェア行きー。はい。かわいい。なんか立ち姿がかわいい。歩いて行けって言ってたよね。どうしようかな、これ。オルフェアの町からメギストリス、そうだな、ちょっとメンバー変えようか。うん、ちょっと、フレンドのみんな強すぎだわ。手加減してよ、手加減、ちょっと。だいたいレベル50前後でちょっと揃えてみようか。うん。あ、僧侶だけちょっと、僧侶だけお借りしよう。僧侶だけお借りして。よいしょ。そうそう、オルフェアにさ、あの坂はないと思ったらさ、こんなところに隠れてたんやで。びっくりした、最初聞いたとき。オルフェアの坂場はね、ここら辺だったはず。あれ?あれ?あれ?ああ、これ。看板はいい、看板はいいよ。あ、これだ。あ、待って、はじめさんは、
僧侶だから。キングエース、キングエースさんで、アシタカさん、仲間探す、フレンド、はい、さかなくん、としまっちゃん、レウス、そう、チェリー、レベル51、いいね、エテさんと同じぐらい。よし、バトマスやからね、言うて、けど言うてバトマスやからね。お、水月さんとか、あと一人、さかなクンかな。あ、豆っち魔物使い、さかなくん頼むわ。レンジャー、さかなくんにお願いしよう。よし、キョキョ、オッケー、これだっけ。ララ、僕には帰るところがあるんだ。さ、行きましょうか。どっちから出るんだろうな。オルフェアって言ってもさ、入り口2つあるからさ、そのどっちとかさ、ちゃんと説明してよ。メギストリスってどっち？こっちかな。ちゃんと説明してくれなきゃわかんないぜ。一応ちょっと一回出てみよう。地図に出てるかもしれない。こちら右ストリス方向とか。なんか違う気がする。なんか違う気がする。反対だな、これ多分。上側、西側から出よう。多分違う。どうしようかな。ルーラストーン。まあけど、そのメギストリスっていうところが町だと思うから。A か。A ね。上だね。けど、オルフェアのイベントも結構好きだったな、あの、ピカチュウね。ピカチュウのイベントも意外と好きだった。だから、ガタラとグレンは、あの、心には響かなかったね。オーガとドワフをディスっていう。こっちかな？ちょっと待って、メギストリスってどこ？どこやろう。大きく大陸地図地方、あったメギストリス領、ここチョッピ荒野、世界地図、遠い、世界はダメ、チョッピ荒野、これ違う、こっちじゃないんかな、オルファーの丘、見れないな。
っと調べる。はい、戻ってきました。どうやら、西の風車の丘っていうところから行くみたい。だから合ってたね、こっちで。うん、こっちでとりあえず合ってたんで、このまま風車の丘で、風車の丘のところに向かいましょう。うん、風車の丘行ってもう一個行って、オルメギストリー、メギストリス、うん、の都ですね。一回行った記憶あるんだけどな、気のせいかな。なんか一回なんか行ったような記憶がなくもないんだよね。なんでだろう、何しに行ったっけ。なんだったボストロール、ボストロール倒しに行った時に行ったっけな。うん、忘れちったぜ。そう、チームクエストでさ、あの力の指輪かなんかっていうのの、うん、ゲットがねクエストであったから、それで確か行ったような。まあ行ってから思い出そう。行ってから思い出そう、うん、ここあの穴だな。でここら辺でも狩りしまくったからね、うん、切り裂きピエロみたいなやつを大量に、こいつこいつカメレオンマンだ、そうだ。そうだ、カメレオンマンをいっぱい狩りました、うん。こう来て、あとは左の壁沿い、いや右左か、うん、危ない。トゥ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 ルルントゥルルン、拾わないと死んじゃう病、シルクソー。こっちけど、ルーラの設定してないってことは言ってないんかな。大抵ね、新しいとこ行ったら一応ルーラーの設定するからね、ってさ、うん、神ハルムイとかね、うん、まだ残してるからね。こっち、あー思い出したかも、小さなメダルのヒポポノビッチかなんか、そんな名前のやつが、そうそう、ヒポポノピッチが、キラキラ大風車塔のところにいるっていう、そういうので行ったような気がする。ヒポポノピッチ。で、こっち。で、ずっと下の方だね。ルーラストーンがね、もっといっぱいあったらね、登録したいんだけど、カジノコイン貯めなきゃな。カジノコインさえね、あれば、ルーラストーンは交換できるからね。またちょっとビンゴとかやって増やすか。ビンゴやってちょっと大爆地出るか、一回。また、1時間耐久でやったときはもう、尽き果てたけどね。うん、コインがもう、効率のいいコインの稼ぎ方ないかな。もうこれをすりゃ間違いないっていうようなさ、ないかな、ないわな。そりゃそりゃあったらみんなやっとるわ。だからワンチャンジャックポット狙っていくしかないよね、もうこうなったらさ。ジャックポットさえさ引きゃさ、もうルーラーストーン100個ぐらいもらえるで。うん、ジャックポット引きたいなぁ。こっち、ちょっとジャックポット調べよう。あった、あれだね、右側だね。あそこはまだ行ったことはない。ないわ、行ったことなかった。
なんか面白いね、これ。この柱が、かわいいね。エピステーサ丘、プペラトンネル。なんでこれが、あの下の台がないやつとあるやつがあるんだろう。なんか意味あんのか、なんかの、なんかの、あれなんかな。気になるなぁ。気になるなぁ。リザードマンいっぱいおる。リザードマンは多分まだ格下か。それでも格下になるのか。メンバーが強いからかな。うん。はじめさんが強いからね。だって。はじめさん最強だから。着いたらとりあえず先ルーラーストーン設定して、うん、しっかりもう戻ってこれるようにしとかないと。電車じゃ来れないからね、ここ。うん、そう、神ハルムイも電車じゃ行けないからね。あの駅は一応あるんよ。駅はあるんだけどね、まだ行けないんだ。開通してませんって出るんだったっけな、確か。イベントをクリアすりゃいいのかな？イベントをクリアしたら、その駅も使えるようになるんかな？到着。すごいピンク。すげえピンク。着いた。はい。あ、変えときましょう。うん。よし。あ、いっぱい人いるんだけど。人がいっぱいいるんだけど。教会をまず探す。教会を、まずは教会を探す。ヒューザ出現中。はあ？はあ？ここ登った右側に教会がある。すげえ綺麗なとこだね、ここ。すげえ綺麗。ここにもさ、住宅地区とかあんのかな？ほい。生きとし生ける者は、皆神の子。我が教会にどんな御用かな？あ、そっか、オルフェアのとこだから、プクリポなんだね。ルアソン。どこ消すかな。ジュレットかな。グレンはね、結構使うんですよ。うん。くじ引き引くならやっぱグレンがなんか、はぐれメタルのコインがあるから。だから、ジュレット。と思いきや、やはりガタラだな。ガタラはだって自分の家があるから、持っててもいい。しゃあないよね。はい。念じるがよい。ルーラストーンに